グランツーリスモ4の隠しコマンドが発売から18年経った後発見され話題になっています。2004年にプレイステーションに向けに発売されたグランツーリスモ4、今回発見されたコマンドはゲーム内時計で1年以上経過した状態で、メニュー画面からセレクト左右右下上上左下上右左下 L1R1 セレクトと入力すると、1000万クレジットもの大金が所持金に追加されるというもの。このコマンドを発見したのは NENKAI 氏、モッド開発やゲームの解析を行う人物です。同氏はこの他にもライセンス試験やレースをスキップしてクリアした状態にする複数のコマンドを発見しています。18年経っても発見されていない様子とは非常に興奮しますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画も見てね。